ばんは。ちょっと充電器を出しますね。こんばんは。充電がない。こんばんは。今充電器を探してるんだけど充電器はない。また劇場に置いてきたかな。いや、持って帰ってきたはず。こんばんは。充電器が発掘されました。よし、オッケー。よし、こんばんは。ちょっとテロップを書こうか。よし、オッケー。これから120分配信する。うん、できそうだからします。今日は1時間配信できそうなので。しかもこんな早くから始められて、こんな早くから、まあそんな早くはないんですけど、ゆうはの中ではもう今日はとても早い時間に始められてとても嬉しいです。みんなもちょっといつもより30分くらいだけか、30分しか変わんないけど、早く終わるので早く皆さん寝てください。そう、朝1時間だから2時間いける。そうそう、いっぱい寝てください。そう、もうね、なんとイベントも明日でラストということで、早いもので、そう、明日でラストなので、今日3時間できるのすごく良かったし、明日はなんと、明日はね、ついに何もなく、何も考えずに時間を組める日が明日来ましたので、朝と、どうやって組んだらいいかなって思って、最終日朝やるのと、ちょっと時間を残して組もうとは思ってるんですけど、あの最後のね数分のあれがあるから、あの微調整、何1分足りないとかで、その時のさ、リフトのあれが、あれがああなったら無駄になることもあると思うから、だからちょっと余裕を持って組んでいきたいと思っていて、
くまたわー、ありがとうございます。近藤和弘さん、アナログくま、違う、アナログじゃなくてなんて言うんだっけこれ、ドットくま、ありがとう。うん、そう、オーバーさせないようにね。だからラストの配信は20時までだ、20時ね、19時59分、20時まで、それちゃんと確認しよう。もう目に入ってるのは1位だけ。そうですね、ここまで来たらやっぱり最後は1位で、1位を目指して頑張りたいなっていう気持ちが強いですね。うん、のりさん、水色のクマありがとうございます。終了時間過ぎても配信続け、うん、ちょっとだけその後ありがとうってちゃんとみんなでお疲れ様を言い合いたいので、どのような結果になってもね。なので、じゃあ最後の枠はどうしようかな、1時間ちょっとぐらいできたら、朝昼夜できたらいいかなって思ってて、え、でも朝昼夜、朝夜とか、でも朝夕方夜とか、何が一番いいんだろう。なんか結局お昼もさ、お昼休みに来れる方限りあるから、朝夕方夜の方がいいよね。そうだよね、朝夕夜にしよう。そう、お昼あんまり多分、朝夕夜にするね。充電器は、15時またぎとかもキラキラ投げてくれる方増えるかも。あー、なるほどね。こんばんは。三時またぎね。どうしよう、なんかわかんない、どうしたらいいかわかんないけど、そうだね、夜多めに撮った方がいいね。1時間半とか、そんなにいらない、そんなにいるよね。1時間あっという間に終わっちゃうから、1時間半くらい夜はやろうかな。で、考えています。
6時半からか。そうだね。じゃあ夜は18時半からで、朝はみんなが見れるのは30、31時間半。あ、違う違う違う、余裕を持って25、25。まあ、ちょっと考えてみますね。まずは今日はカラオケしたいんだけど、その前に今日はおじやメンフェスの公開収録がありまして、とても楽しかったです。ありがとうございました、来てくださった皆さん。平日にもかかわらず、平日の本当朝にもかかわらず、おじやまで足を運んでくださってありがとうございます。行けなかったからいろいろ聞きたい。そうだよね、そう、行きたかったけど、なかなかさ、この平日にお休み取れない方もいらっしゃると思うから。すごく楽しくてね、そう、とても楽しくて、なんだろうな、そのおじやメンフェスのコラボメニューの発表、今回の限定メニューの発表とか、このお店の方が話してくれる食べ方とかこだわりとかも全部聞くことができて、すごくね、なんかもう本当に早く食べたいなって思うようなイベントでしたね。その限定メニューの発表もがあったりとか、あとお店の方が本当におしゃべりがお上手で、どんどん皆さんすごい面白く進めてくださるんですね。そう、本当に素敵な方々ばかりなので、ラーメン屋さんもお蕎麦屋さんも、京亭さんのイベントが、京亭さんね、すごく元気いっぱいで、なんだろう、本当になんかずっと笑いの絶えない3時間もやったの、 3時間ですね、笑いの絶えない3時間でした。その後はそう、市長も来てくださったり、まさかね、全然知らなくて、だから知ってはいたけど、その台本が来るまで知らなくて、来てくださること、市長が来てくださったり、あとエチゴンとヨシタくんも来てくださったり、たくさんゲストもいて、もう大盛り上がりでした。日向の二人もずっと司会を務めてくださって、エチゴンの声初めて聞いたね、エチゴン今日喋ってましたね。そう、今日エチゴンね、ユーハの去年のおじやのメンフェスのキーホルダーをここにつけててくれたんです。写真撮ったから後で今送ろうか。エチゴン、そう、今日喋るエチゴン、
そう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 。あのピロンさん、ピロンさんいちご。今日めちゃめちゃめっちゃおしゃべり上手ないちごでしたね。そう、自分のお店の話になるけど、試食をさせていただいていて、どこの自分のお店メインで試食をして、でも全店舗試食はしたんだけど、本当に美味しくて、しかもあれもうあれだよね、公開されてますよね、みんなにメニュー、されてるよね。そうそうなんです。あのね、お店の方にそのメニューを考えるときにどんなのにするかっていう話にが出てきて、イハはあのおじやのスペシャルアンバサダーを務めさせてもらってるから、おじやの食材をぜひ取り入れたいですっていうことと、あと可能であればなんかちょっと羽っぽい、なんか白っぽい、なんだろう、違う、羽とかを名前に入れられたら嬉しいですみたいなことを言ったんですね。あとそのそれを言ったのが結構話し合いの最後の方で決まってたことは、海の幸を使うことがもうその時点で決まってたので、私的にはそのいや、じゃあ海なら青とか、そのペンライトカラーの水色とか青とかブルー系な名前も取り入れられるのかなって思って、アクアとかなんかわかんないけど、名前になんか水色とか、水色とか羽とかを取り入れたりとかもしできたらお願いしたいですってお願いしてたんですね。そしたらその試食に伺った際に、なんと羽が乗って出てきたんですラーメンに。しかも水色の羽が、まず水色の食べ物ってあんまり存在しないじゃないですか。わざわざ羽の型をね買って、大根をくり抜いて水色に染めてくださってるんです。水色の羽がつるりさんのつけ麺の麺の上に乗ってます。すごいよ、愛ですね。もう本当にもうびっくりしちゃって、って言って、なんかこれはゆうはの羽じゃないですか、本当に乗せてくださったんですか、ね、そりゃだって乗せるよって言ってくださったんですけど、いやいやいや、私はだって名前に入れてくれ、名前に入れられることができれば、もしかしたら、ん、名前に入れることができたら、できればでいいんでしてくれたら嬉しいなっていうぐらいですって言ってたのに、あの食べ物になってメニューになっての来るなんて思ってもなくてびっくりでした。丸一さんはアクアパッツァのおそば、まずアクアパッツァのおそばってなんだいって感じだけど、聞いただけじゃと思いますけど、これは見て見て食べてみたらめっちゃ感動するよ。もう来た時点ですごい、うん、ね、美味しそうだし、美味しそう、おしゃれ、おしゃれなおそばってあんまりないじゃないですか、洋風なおそばおそばって和風なイメージだから、あんまりアクアパッツァってアクアパッツァのそばってなるかもしれないけど、本当になんかね、新感覚、あっさり食べれるし、でもすごい魚介の旨味が効いて美味しい。あと本当にたっぷりハマグリが入るので、
もう具沢山だし、お蕎麦はすごく優しい味で食べやすいし、でマレチさんでは羽をクッキーで作っていただけて、しかもねそのクッキーね、これ言っていいのかな、もうあの何回も、あの研究を重ねて焼いてくださって、最初は水色のクッキーにしてくださるつもりで、そう水色のクッキーを焼いてくださってたんですけど、なんかなかなか水色のクッキーは難しいということで、たどり着いた結果が普通のクッキーに白いサワークリームをつけるっていうことだったみたいで、もうそのクッキーも手作りで焼いてくださってて、うん、嬉しすぎる。しかもクッキーもクッキー屋さん、なんかお菓子屋さんじゃないのにお菓子屋さんみたいな味がする、とっても美味しいクッキーで、そばの締めに最高なので、これも楽しみにしててください。あと器にも、器とか容器にもこだわっていただいてて、容器も水色のちっちゃいなんか小鉢じゃないけどちっちゃなお皿に入って提供されるみたいなので、もう本当になんか感謝でいっぱいです。うん、そうですね、そうチョリナビは NCT さんで見ることができるんですけど、県外にお住まいの方もアプリで見られるのでぜひご覧ください。アクアパッツァってタイが乗って、アクアパッツァタイ乗ってます、タイも乗ってるしエビも乗ってたかな、結構もりもりなメニューですね。うん、ありがとうございます。早風さん、水色のキラキラクマありがとうございます。ありがとうございます。お値段どうなのか、お値段はまだ出てないですよね、多分。そうだよね、お値段はまだ公開されていない。あー、お城も、早風さんお城もありがとうございます。これは絶対にお城じゃないけど、今日のお城は2個ありがとう。値段はね、そう結構お店によってバラバラなんですけど、まあそうですね、1000円は超えるかな。まあでも大体最近どこのお店も一杯1000円は超えますよね。まあでも考え、なんか多分考えたのと同じぐらい、予想してみたら
だいたい多分そのくらいの値段になるかな。うん、だってさすがに豪華すぎてさ1000円以下でじゃないよねきっと。それはね、それで1000円を切るんだったらもう目が飛び出てしまう。うん、本当にそう、手間もかかってると思う。本当にそう、本当にね、感謝が詰まったいっぱい、愛も感謝もたくさん詰まっているいっぱいになるので、楽しみに11月8日を待っていただけたらいいなって思います。夕飯もとっても楽しみです。本当にね、どのお店も美味しいので楽しみにしててください。店舗もあるから量も気になる。あ、量は普通にいつものお店の感じの量です。楽しみだね。そう、おじはね、量多いから大盛りにするのはまあ一回やめといた方がいいかもね。あと、そのそれこそメンフェスでいろんな店舗回りたいってなると本当に大盛りすると結構うっってなるか苦しいってもしかしたらなるかもしれないのでなので大盛りはまあ一回行ってみて考えてみてください。トマト食べて、あ、レイナさんのねやつめっちゃ美味しかった。今日の髪型はラーメン意識した。あ、そうです、今日はラーメンのイベントということで、あのラーメンマンヘアみたいなのの変化球でも、どんどんイハはお腹が空いてエビ天に見えてきたんだよ。ラーメンマンはあれか、ポン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 か。だけど違う、イハが最初イメージしてたのはあの2本三つ編み、普通の三つ編みを2本のポニーテールにしようかなって思ったんだけど、衣装が今日春どこの衣装だったのでちょっと合わないかなって思って、でメイクさんにちょっとなんか合わないですよねって言ったら、なんかふわふわにしたらいいんじゃないって言われて、してもらったらめっちゃ可愛かった。超可愛いんですこの髪の毛、もうなんか今お気に入りになったので、また今度公演の時これにわちゃごのの大きいリボンつけたら可愛いなって思ってるので、また公園でもやります。ほどくの大変そうだけどねでもめっちゃ可愛くて、しかもみんなにさ写真を撮っていただけるタイミングが今日あって、結構右向いたり左向いたりしてたから、この髪にしてよかった。後ろ見えないかなって思ったけど、おじ駅地下の喫茶店で昼ご飯食べた。おー、よかった。そう、おじやをね楽しんでくださった方もたくさんいたみたいで、そのメンフェス公開収録が終わった後に、それもとても嬉しかったですね。
X で見たけどいい写真いっぱいあったよ。え、そう、いい写真ね、たくさん写真撮ってくださってありがとうございました。たくさん保存させていただいてます。もしかしたら使うかもしれない、どこかで使わせていただくかも。カメラ持っていけばよかった。そうだよね、まさかね写真撮影タイムあると思わないよね。そう、聖地のマップもらったよ。おー、そう、あの生誕祭の時に配ってくださった小千谷市のマップが市民会館にもね置いていただけたみたいで、うちわもそう、うちわも置いていただいてた。帰りに見てきました。帰りに写真も撮ってきたよ、そこの前で。とにかく楽しかったですね。そうです、お絵かき対決とかもあったりとか、本当にいろんないろいろ知ってて、11月3日のイベントの時はまだなんだ。あ、そうなんですよ、11月3日の小千谷市でイベントがあるんですけど、その時はまだなんですよね、あと5日待たないと。そうそうそう、でそのお絵描き対決で優勝者に錦鯉サブレのプレゼントがあったんですけど、なんと今回のお絵描き対決優勝がなんでか、なんででしょうか、わからないですけど杉本萌画伯だったんですね。あのシマウマという名のイモムシで有名な、絵はあまりうまくないだと思っていた絵はあまりうまくないで有名な杉本萌ちゃんが優勝していましたね。萌の絵は、ま、上手だけど、上手な時は上手です。でもちょっとシマウマは本当にシマウマじゃないだし、本当にね闘牛の絵とか見てほしいです。闘牛蝶になりそうだった、蝶々。まあそう、今回審査員がピロンさんだったので、ピロンさんの心に刺さればそれが1位だ。まあ、アートはねやっぱり何自由なんで、芸術ってそういうもんですからね。ででもね、もっちゃんは優しいからね、みんなに一個ずつくれたんだ、錦鯉サブレ。優しいでしょ、優しいんですよもっちゃんは。美味しそうだよね、美味しかったって言ってた。一個食べてみよう。カラオケするよ、配信11時半までします。はあ、いい香り
錦鯉です。そんな優しいもっちゃんさっき配信でハーゲンダッツ食べてて分けてくれなかったハーゲンダッツはね分けたくないよ。濃い。頭が良くなりたいので頭から食べます。いただきます。うん、おいしい。スタフラの錦鯉も買う。あ、それをユーハイメージして書いたんですよね。錦鯉、ユーハが書いてた錦鯉ね、縦に書いたん縦に書いたんだけど、それイメージしたの。それ思い出して、あ、最近ユーハニシキゴイ見たわと思って、余裕で描けるよって思ってた、思って縦に書いて真ん中に一本赤い線入れて書いたんだよ。意外と噛み応えるね。びっくりした今。もっと結構サクッといくかと思ったら結構足しかなくなっちゃった。でもこれ頭から食べたから多分頭良くなるかな。足じゃないか尻尾。え、でもそう言わない？なんか鯛焼きとかししゃもとか、鯛焼きししゃもとか、こっちから食べると頭が良くなるし、こっちから食べたらなんだ足速くなる。たい焼きは言う？あ、そう。ししゃももだよね。聞いたことないやつ？うんふんふん。ひどいひどい。多分頭いい人はすでに頭いい人は聞いたことない。いやー、そうだよね、頭いい人はそんなこと信じてないわ。ゆうはね、いつもね、だからちっちゃい時とか、今日は足から食べようか頭から食べようかなとか思ってなんかもうズルして、ズルして頭と尻尾をどっちも食べようと思った時もあったし今頭から食べたから第一段階では頭の方が良くなるけど、足も速くなりたいから次二口目で足食べたらどっちも叶うんじゃないかと思ってどっちも食べたことあるそんな時もあった。
アワビを食べると目がキラキラになるって聞いたことあるよ。それはね聞いたことないわ、ユーハも。でもそう言ってるようなもんか、ユーハはずっと。まあ未だにそうやって、私はなんかそういう迷信を信じてるので、信じてはいないけどちょっとの望みを持って食べてる。頭からとか足からとか、足じゃなかったんだ、尻尾だ。何にしようかな。あ、みんなからリクエストもらった曲をまだ全然歌えてないので、突然ですけどカラオケ始めますね。それを歌いたい。え、なアワビの話は聞いたことあるの？そうなんですか？そうなんですか？そんな。あ、全然関係ないんですけど、今日は25時58分から放送のプレイリストさんにて一緒の花火を披露させていただくので、見れる地域の方はぜひご覧ください。明日も歌いたいから、あ、 AKB さんの出張公演を見に行った時に改めて好きだった歌を歌おうか。これやりたいって思った。リップかわいい、ありがとう。めっちゃピンクなんですこれ。外へ飛び出そう。勉強なんかできなくたって、もっともっと大事なことがある。グラウンドのその真ん中で校舎に向かって叫ぶ自分に正直に、俺は生きたい。君が好きだ、たとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだ、どんな過去悪くたって、溢れるその思いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって言いたいことは言わせてくれ。世界で一番好きだ。これもリクエストの一枚。窓に鈴なりやじ馬たちよ、耳の穴をかっぽじって聞け。天才なんか構わないんだ、ちゃんとちゃんと伝えなきゃいけない。こんなに大きな青空、大の字に寝転び叫ぶ。後先考えずに
俺は生きてる。君が欲しい花の底から色を、何かを隠して偽りたくはないんだ。君が欲しい、どんなと引きされたって、正々堂々とぶつけてみる。もしも、もしも嫌われても、腹に溜めるより悔いはないさ、バカがつくほどオネスティ。ちょっとまだサブレで喉で太陽好きだ。たとえ振られたっていい、本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだ、どんなかっこ悪くたって、溢れるその思いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって、言いたいことは言わせてくれ。世界で一番好きな、ありがとうございます。いいよね、超いいよね。なんかそう、曲自体ずっと好きで結構聴くんだけど、頻繁に。そのこの間 AKB さんの公演を見に行かせていただいた時に、パフォーマンスを月、パフォーマンス付きで見て、あ、これ自分たちもやりたいなってすごい思った。レッスンとかも結構君がもう全部できるし。しようかな。いて、危ない危ない、閉めよう。ないのか。ないんだね。オンリートゥデイってないんですね。歌いたかった今。こんばんは、ありがとうございます。なかった。じゃあ、結構いっぱいあるな、これ。これにしよう。リクエストから選んでる。そう、歌いたいなって思ってもね、ない曲いっぱいあるんですよね。なんか今見てたらこれがすごくたくさんあったので、これにします。めっちゃいっぱいあった。みんな好きなんだな。浮かれた気分のせい、鼻歌混じりでご機嫌、
街は日差しのスクリーン、君と久しぶりのランデブー、ずっと会いたかったけど素直になれなかったんだ。先に連絡しちゃったら僕の負けみたいじゃないか。愛しどれもいいを突然思ったんだ、yeah, yeah, yeah. 愛しそんなことをまるで関係ないね。意地なんか張ってちゃもったいない。自分の気持ちに素直になろう。大事なのは一つだけ、君のことが好きだ。じゃあ何だってできそうな気がする。空に愛情の雲行き、もう少しで手が届きそう。早く気がつけばよかった、自分を見失ってたんだ。駆け引きなんかいらない、カッコつけてどうする。ノーサイバカバカしい、ようやくわかったな、yeah, yeah, yeah. ノーサイ考えすぎ、僕は僕じゃないか。我慢なんかしてたって心隠せば苦しくなる。さらけ出せばいい、君しか見えないよ。愛しどれもいい、突然思ったんだ、yeah, yeah, yeah. 愛しそんなことをまるで関係ないね。意地なんか張ってちゃもったいない。自分の気持ちに素直になろう。大事なのは一つだけ、君のことが好きだ。ありがとうございます。宛先なかったな。こんばんは。ノリノリになる頃だ。よくお分かりで。じゃあ次は AKB さんで。これ好き。なんかね、意外とない歌とかちょっと歌えないのとかいっぱいある。
間に女子が雑誌めくって喋っているよ。小さな輪の中端っこに座って笑ってる君、うちのクラスで人気投票しても上位じゃない。勉強とかスポーツも中くらいで目立たないタイプだけど、なぜかずっと気になるんだよ。そのどこにいても君がいい。どんな世界中の美女たちより比べられないくらい君がいい。僕はどうして君に惹かれるのかと考えてみた。日差しのように穏やかな微笑みに癒されるんだ。どんな時ものんびりでマイペースなぼっとしたタイプだから、僕はそんな可憐な花を守りたくなるんだ。石ころだよ君以外。僕は通り過ぎてしまうだろう。やっと見つけたもの、たった一つのバリュー。伝わるんだろうか切ない僕のこの気持ち。誰がどう言ったって最高に好きだ。君がいい。どんな世界中の美女たちより比べられないくらい君がいい。つけるものさ、それぞれのバリュー。僕だけのバリュー。ありがとうございます。超可愛くて超好きこの曲。ミュージックビデオが好きで好きになったんだけど、曲もとってもいいですね。じゃあちょっと難しそうなの歌ってみようか。今日はもうみっちりカラオケできるので、たっぷりカラオケをしたいと思います。
意外とさ、この期間カラオケやってないんだよね、思ったより。なんかもうちょっとやってたかなって思ったけど全然やってなかったから、いっぱいやりたいすいません、ちょっとすいませんねあそう、話すことがたくさんあったり、ちょっと時間が意外と取れなかったり、朝配信、確かに朝が多かったりしたからね。いっぱい歌いましょう入れなかった。見上げた時君に会いたくなった、この空が鳥が眩しいだよ、見上げた時恋人がいるって最初から知ってた、話の合うただの友達、君に勧められた映画の半券手帳になんとなく挟んだ。向かいのホーム君と目が合った、急行電車二人の赤い糸を切り離す、意地悪ね。青い空が綺麗だった日、あの日を忘れてない、目に映るものすべて、これは君を思い作った私だけの青春、あの空が鳥が君が好きだ、高いですね。あのバンドがついにツアーするって一応2枚でも押し込む、あの映画はデートで見たのかな、集中できず誰かの横顔とか気にしたの、きっとそう、君は何も気づいていない、あの日の空模様、君にはいつもの空、愛しい雲を見つけたら誰に教えるのでしょう、シャッターの音が響いた、行方はどこ、やったい、今日めっちゃ好きっていう、なんかさっきもそう言ってたけど、恋愛の曲が多いのかな、なんだろう、いっぱい好きって言ってる、春へ向かってゆく風が恋を曖昧にごまかす、この想い伝えちゃダメと分かっている、だけど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 心にずっと君がいる、綺麗だった日、私だけが覚えて、君は誰かを思う、なのに勝手に好きでごめんね、私このままでいい、空しか知らないこの恋、秘密にして君と二人で、あの日会ったこと言わないから思ってたい。
ールラブさんの曲です。じゃあ一回好きから離れるね。さあ明日が、じゃあこれちょっと後で歌おう。あ、これはまた好きから離れられないですね。また好きが出てきます。でもね、好きなんていくら言ってもいいと思うんですよね。これはでもストレートな好きじゃない。歌ってる君が綺麗、ちょっと泣いた。縮まることのない距離が眩しかった。曲聴いても人チャット聞いても、どうしても僕は君がいいな。今日待っていたよ、だって会いたかったね。ざわざわしたホールでさ、君思った。ただ広いこの空間で星に混じって、ああ、君はどんな気持ちで空になるのか教えてよ。君がスパークルだから僕を苦しめる。好きとか恋とかファンだとかそういうんじゃないんだ。君がスパークルだから僕は生きてゆける。ああ、なんかもう憧れの人だよ。こんにちは、ありがとうございます。今日の夜空の星、僕みたいで嫌だな。そんな光り方何も見えないよ。ハートは黒ずんで君しか磨けないね。電車でぎゅうぎゅう揺られ君を思う。あの広い空から僕はどう見えた。ああ、今日の帰り道はいつもよりもちょっと苦しかった。僕しかわかんないんだから、誰も触れないで。人が思うよりも深くて重い海を泳いでる。僕しかわかんないんだから、孤独でいてほしい。空がこのまま飲み込んでくれたら。きっとこんな人だとか作り上げられてる。君はずっとずっと繊細でもっと複雑な人だから。君はスパークルなんだ、僕を苦しめる。この世で一番君のこと思っているのにな。追いつこうとしても遠くなるばかりで、ああ、なんかもう僕の全てなんだ。夜が明けてきた、おおおお、今何をしてるの。どこかで歌っていて、スパークル。
ないですよね。これもいや波に今乗ってるので何でも歌いたいと思っちゃう。いっつも高いから絶対歌わないけどこれも歌う。これはリクエストじゃなくなかった、リクエストです。これは高いからいつも避けていた、歌いたかったと思う。花り花びら舞う古い校舎眺めが桜の歌口ずさんだ。残った5つのボタンため息一つ春風が吸い込む。この花が好きだと教えてくれた。街路樹色づく時だった。その笑顔に恋をした。戸惑い切な時間は駆け足すぎてく。会えなくなるんだね最後の教室で。揺れるカーテンと細い髪。ああダメだ会えなくなるんだね。あちょっと待って。時計の針の音が切なく重く響く。探せ探せダイヤモンドリーにずっとずっと気づけないままで。こっちは人が多くて少し窮屈だよ。そっちはどう楽しんでる。今ざっとに紛れてため息一つ春風は吹かない。君は知っていたのかなあの花言葉。気持ちのコップはこぼれてく。ひざまずいて好きだなんてひざすぎるかな。奇跡が起きたら今すぐ駅に行き時は飛び乗って。会えたその時に何を思う。何が僕に残る都会の考えること打ち消す。きっときっと You're my sunshine。 今は光ささなくて見えない。
高いね。充電あるのかな、このスマホ。見えない充電。20% ですって出たら一旦休憩しようか。波が止まってしまいました。なんかリクエストあるかな。ちょっと今調べ中。ない。なんかあるかな。角田浜の夏海水浴。これもいっぱいあった。リクエスト。カラオケにないんですよね。波の中で恋見つけた。メールあるある、さっき書いたんだよね。ちょっと待って、メールだけ送っちゃう。よし。
たよ。角田浜の夏海水浴して波の中で恋見つけた、君とならばそうどこまででも泳ぎたい、誰も知らない遠くの島へ。あ、続いくなってきた。白い砂浜で仲間たちが囃す、冷やかされたって全然気にしない。勝手に始めちゃった。眩しい太陽がじりじりと照らして、僕たちはもっと燃え上がるだけさ、手と手つなぎながら泳ごうとして、難しかったね、溺れそうになった瞬間まで君も僕も思い切り笑っていた。角田浜の海、青春の渚、潮の流れ今感じる、流されてゆくまま僕たちは大人になる、友達から特別な人へ。最近ワンハーフだからワンハーフ歌いそうになるけど、2番も いきますか。何度目の夏がやってきたのだろう、いつもの顔ぶれ同じギャグ言い合って、なんだっけ、寄せる、ブブブブブ、待って、2番はちょっと不安になるから、繰り返してるけど、寄せる波のように繰り返してるけど、それぞれの関係ぎこちなくなった、まさか好きになると思わなかった、友情の絆風の向き変わったかのように、お互いのこと違って見えてきたんだ。角田浜ならば全部わかってくれる、言い出せないこの切なさ、今年だけはもう君が好きと言わなきゃね、だってこれが最後の夏休み、やがて日は傾き輝き始め、思い出まで影を作って消してく暗闇は綺麗だ。角田浜の海、青春の渚、潮の流れ今感じる。
されてゆく。ママ、僕たちは大人になる。友達から特別な人へ。てん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 。じゃあ。2番めっちゃ久しぶりに歌った。2番のサビ好き。角田浜ならば全部分かってくれるって、そんな優しい角田浜ですね。いいね。さっきもう一度手をつなぎたいも聞きたいってあった。確かにもう一度手をつなぎたいも歌いたいですね。ではこのままアカペラシリーズ波に乗らないと何にもできないので、波に乗ろうと思います。こんばんは、はじめまして、ありがとうございます。サンキュー X に面白い記事が上がって、見る見る。え、これマジ可愛いよね。マジで可愛いマジで可愛いけどマジで面白い。サンキュー X ね、見てみてください。ぜひ。じゃあもう一度手をつなぎたいも歌わせていただきますね。幸せでした、毎日が輝いていた。 Those days、 明日もずっと続くだろうって思っていた。大好きでした、世界中で一番 Only one、隣にいればそれだけで何もいらない。大人になる階段のどこかで自分を見失ったみたい。繋いでた手のぬくもりは全部夢だったのでしょうか。会いたいよ、会わないと決めてたのに気持ちが揺れている。人混みの中で知らず知らずあなたのこと探してしまう。会いたいよ、会わないと、間違えちゃった、会えないと分かってても心は正直ね。あんなに素敵な思い出なんてもう二度と作れないわきっと。どこにいますか、同じ空見上げながらモノローグ。私はずっとこの街で暮らしています。今だったらわがままとわかるわ、幼すぎたあの頃を。でもあなたはどんな時も優しくしてくれてありがとう。できるなら出会った日に巻き戻して全てを忘れたい。それからもう一度生まれ変わり他人として知り合いたい。できるならゆっくりと時間かけて失敗しないように
あなたのその手をそっと握って永遠に離さないわ絶対。タタ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 タ。会いたいよ、会わないと決めてたのに気持ちが揺れている。人混みの中で知らず知らずあなたのこと探してしまう。会いたいよ、会えないと分かってても心は正直で、あんなに素敵な思い出なんて永遠だと作れないわきっと。てんてれれんて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 ん。アカペラが合うね、どっちも。一瞬の花火早く入れてほしい。確かにそうだね、確かにそうだわ。一瞬の花火もね、早く歌いたいです。ないよね。ない、なかったです、なかったです。いやね、アカペラで歌いたい歌ってすごいいっぱいあって、 NMB さんのめっちゃ昔の曲なんだけど、電車を降りるっていう曲、これがまたいい歌で、あ、夢に色がない、あるのかな、ないかな、ないか。これもいい歌なんですよね。夢に色がないのは答え合わせするためさ。どうしようかな、次何がいいかな。なんかアカペラでいくか、このまままた戻るかってところ。まあね、あと11時半までなのでもうちょっとなんですけど、どうしようかな。充電してって言われた。充電してって言われたから充電するね。20% しかなかった。恋はまるで遠い花火、ここで見れば美しいけど、空に花が咲いて散った後には、
メール来た。こんばんは、ありがとうございます。初めまして。今カラオケしてたんですけど終わっちゃ、一回止めちゃった。わかる、一瞬の花火神曲、わかります。とってもとてもわかる。いいよね。何がいいかな。わちゃわなとかもないよね多分カラオケ。空に飛行機雲、白くたなびくせんよ、誰の思いが残るの、振り向く余裕もない。ないよね。何か今考えてるけどどうしようかな。まだ歌いたい歌もあるんだけど、眠いよね。眠い。そう、今日ね、実はね、メンフェスの後にリハーサルがあって、リハーサルしてきたんですよ。なので一日頑張りました。褒めて褒めてほしい。もうね、今週本当にノンストップで駆け抜けました。ここまで生放送からかな、もっと前からか。頑張った頑張ったかな。まあもっとみんなね、頑張ってる人は世の中にいっぱいいると思うし、先輩とかももっと頑張ってる方いっぱいいるけど、ユーハード今頑張ってる、あともうちょっと頑張りますね。頑張ってるかな。ありがとう、イコイコしてくれてありがとう。絵文字が可愛い。本当にあのね、結構過去一で一番今忙しいかも。忙しい、うん、そうね、そうだね。NGT 入って一番今ピーク、なんかいろいろ気持ちも忙しいし、いろいろ忙しい時期、結構ね思い出に残るこのユーハウィークでしたね。まだ終わんないけどね。そう、今日リハーサルしてきたんですよ。でもね、もうリハーサル終わって帰ってきたらとっても元気。そう、リハしてたの。そうそう、おじやからまた新潟に行って、
そう、 NST 祭りですね。 NST 祭りのリハーサル、でも、ね、NST 祭りもとっても楽しみなので。昨日もリハだった。昨日は何してたっけね。昨日何してたっけ。昨日って何日だっけ。20何日だ23。昨日はね、オンラインおしゃべり会でした。1日リハーサルはしてないよ。おしゃべり会、そう、オンラインおしゃべり会ですね。もうさ、わからない日にち、本当に最近日にちに疎くて、いつが何してたわからん。そう、オールナイトフジコの生放送前に声のリハーサル、そうなの。生放送前の夜中の1時とかもリハーサルしてて、夜中の1時、12時とかもうリハーサルしてて、その次の日朝から公演で、結構ずっとなんかしてる。だから時間がないって言ってたゆいはにとってすごく充実した日々を送っています。なんだろう、ゆうはの言ってた、ゆうはが前公園で言ってた時間がないは、何もしていないのに時間がないだったんだけど、今は何かをしていて時間がないっていう、すごく幸せな日々を送っています。悩みは解決しました。そうで、その中でリボン編んでたりとかして、それは幸せで、まあ幸せで、もう忙しいことは幸せだと思います。本当にありがたいし、公開収録楽しかったね。いや、そうだって、お仕事がないとやっぱみんなにも会えないわけだし、なので、なのでね、みんなもお仕事頑張ろうね、一緒に。イハは毎日拝見できるの幸せ。ああ、よかった、そう言ってもらえて。イハもこうやってみんなにさ、毎日配信コーナーにいっぱいできるのすごい嬉しいです。なんかイベント中、もちろんイベント中でイベントもしっかりさ行われているけど、それ以前にやっぱり、なんだろうな、すごいたくさんみんなとコミュニケーション取れたり、いっぱい交流できて、すごくいい楽しい期間になっていると思っています。が、皆さんはどうでしょうか。また会うために頑張ります。ありがとう、一緒にね、お互いね、頑張らないと会えないのでね、お互いが頑張って、お互いがね、そう、お互い頑張らないとお互い会えないっていうね、それはもうね、ちょっと当たり前のこと言ってるけど、そう、みはも頑張らないとみんなに会える機会が ないし、頑張るしかないんです。やばい、17分、意外ともうすぐだね。しかも多分結構きっちり今日1時間30分30分でやってるから、これは30分ぴったりにやめないとならないですね。そろそろ充電いいかな。
いたい、そう歌いたい曲があと1曲だけある。でも1曲以外思いついてないから1曲歌えばいいか最後に。今の話の流れにぴったりな歌ですよ。あ、明日の朝何時から配信するかだけ決めようかな。7時から、ちょっと朝ちょっとだけゆっくりしてもいい？7時から8時とかでどうですか？ちょっと遅い、6時45分いい？7時でいい？すいません、ありがとうございます。ぜひ通勤中とかお仕事前とか、あのキラキラ投げれたら、朝分のキラキラくださったら嬉しいです。身支度中、身支度中か、身支度終わったらじゃあお願いします。キラキラお願い。そう、7時に、じゃあ明日は朝7時から、朝は7時半までにしようか。そしたら7時半までにして、じゃあね、次は何時にしようか。最後の枠を1時間半くらい取りたいから6時半からするとして、5時とかからやってもさ、お仕事終わりすぎるか。3時か5時か悩んでる。3時からか5時、5時ちょい過ぎからか。そう、3時わかんないよね。そのキラキラを狙った人は来るのか。あんまり多分3時来れない気がする。そう、明日が最終日なんです。そうなんですよね。5時の方がまだいいか。そうだよね。じゃあ17時から17時半、あ、違う、ちょっと余らせるから、17時から17時25分、5分くらい余らせれば大丈夫かな。さすがに余裕持って5分余らせ、じゃあ20、その枠は25分の枠にしようと思います。5時から5時25分までで、最後が6時半から最後まで。こんな感じで明日のスケジュールいきたいと思いますんで、最終日もよろしくお願いします。なんかもう配信終わる流れなんだけど、あと10分。でも、もう歌う、もう一曲、みんなとユーハに向けて。あ、イヤホンなかった。30分、25分、1時間半。うん、そうだよ。あれ、そう言わなかったっけ？ゆうは、なんて言ってた？ごめん。多分それです。頑張ってる。みんなへと自分への曲。嬉しい。ぜひともゆうはに勝って。ありがとうございます。最後、みんなで頑張りました。坂道はなぜか長く遠く見える。立ちこぎする体力もなくなり、ため息、オレンジ色の光も今日は枕だね。星もない、空はもう味方じゃないな。あ、今日のミス
ハザードランプ点灯中重くなっちゃった。プライドとほら荷物ちょっと置いて休んでて、今日の君だって頑張ってた。僕はずっと褒めるよ。溢れそうな涙を全部今夜で流し尽くしちゃって、こっち見て笑って。君が今大切にするべきなのは自分だ。誰よりも思ってるから、誰よりも頑張る君のことぎゅっと抱きしめる。なんていい曲なんだ。ユハこれ今聴いたら泣いちゃいそうだよ。いい曲。否定されて落ち込んで、そのまま流される。行き着いたその先には何かがあるのか。心についたその傷、サプリじゃ治らない。痛み知り優しくなるプロセスと信じよう。あもやもやはすぐ投げちゃって、今すぐコンビニスイーツ買っちゃって、記憶の蓋は飛ばしてさ、ほら明日の自分を大事にして。君が輝きを止めちゃダメ、ダメを摘む人を無視して。美しい花の周りには快適もたくさんいるって言うでしょう。だから古ぼけた呪縛なんて振りほどいて走ろう。雨が降るように休んで、晴れたらまたそこから進めばいい。きっと大丈夫だよ。君の今までの努力を星に変えたなら、綺麗さに世界中感動の涙を流すだろう。今日の君だって頑張っていた。僕はずっと褒めるよ。溢れそうな涙全部今夜の流し尽くしちゃって、こっち見て笑って。君が今大切にするべきなのは自分だ。誰よりも思ってるから、誰よりも頑張る君のことぎゅっと抱きしめる。誰かが君を傷つけた時、誰かに優しい君が好きだ。一人知れず泣きたけど、これは無理。だから自分のことを守って、自分のことを一番褒めて、僕が頑張る君の姿を見てるから。ちょうどいい時間ですね。ねえ、本当にいい曲すぎて、ユハは特に今刺さるのは、あのサビの二回し目、君が今大切にするべきなのは自分だ。誰よりも思ってるから、誰よりも頑張る君のこと。歌って切なくなっちゃった。あれ？明日の配信時間の合計2時間25分。そうあれ？ああ30分25分だとそうなるのか。1時間25分1時間半やるなら、え違う、わかんない。ちょっと待って、計算しますね。計算してまた載せます。壇上読むね。あ朝1時間じゃないとか、朝30分にしてた。13位石本さんありがとうございます。12位渡るちさんありがとうございます。11位マッチンさんありがとうございます。10位お疲れさんありがとうございます。9位ゆおさんありがとうございます。8位ギバさんありがとうございます。7位リュウジさんありがとうございます。6位バゴさんありがとうございます。5位ミヤさんありがとうございます。4位マユさんありがとうございます。3位ノリさんありがとうございます。
2位近藤和弘さんありがとうございます。1位早風さんありがとうございます。ありがとう。とりあえず7時、そうとりあえずなんでもとりあえず7時開始でお願いいたします。明日最終日頑張っていきましょう。ありがとうございました。まだ28分、もうちょっと名残惜しいから20、あもうあとすぐですね。今日もたくさん配信見てくれてありがとうございました。朝からねありがとう。ギフトもたくさんありがとうございます。コメントもねありがとうね。全部ほぼ見れるコメントは全部見てるから、見れるコメントって全部だけど、あの下向いてない間のコメントは見てるのでありがとう。寂しい夜なのでチャットも送ってください。それではまた明日の朝会いましょう。バイバーイ。